2016年、ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、日本一から世界一になった世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間洋先生です。1億円近くを投資しておりました。2017年は世界第2位でした。現在ズルトレーダーは FX 統一となってます。今回ですね、半間洋先生の投資戦略が良くなってきたのはですね、あれからね、苦戦しましてね、稼ぎが全然なかったんですけど、それまでですね、新しい戦略方法をね、考えてですね、というのは当時の方は主にね、半分以上がですね、自分の考えで投資したんですね。半分はコンピューターだったんですけど、の分析なんですけど、とても厳しかったんです。でそれからね、2年経ちまして仕事をずっとしてきましてね、画期的なインジケーターを改良しながらねしてきまして、それでね、今回、見つかったこと、考えられたことがですね、安定性のシグナルが出る時期ですね。出っ張りの少ない、ね、安定的なシグナルの動作、上下上下の変動ですね、流れも少なくてですね、そういう周期をつかむ方法を苦労して、考えてたんですね。でどうやってね、テクニカル分析とかいろいろ使いながらね、そういう安定周期を見つけるか、だけを見つけることができるかということを見つけたんですね、方法をね、分析する方法を。上がったりずーっと上に出ちゃったりとか、下に暴落しちゃったりとかね、たびたびしますよね。だけど時たまこう上下上下上下とですね、滑らかによくね、相関関数っていうんですけどね、数株式で言うんですけども、バイナリーオプション、でもね、相関関数という定義が作れるんですけど、そのね、定数が1に近いものの変動のサイクルってあるんですね。サヤ取引と同じように。で、その安定的な相関関数ということでね、安定的に流れる時の周期って、これを見つける方法と同じだということが分かったわけですね。で、それで、その、外貨で、ね、短期の。で、株式とか、FX なことで結構ロングですよね。じゃなくても、その、秒単位のね、変化を、安定性を調べる、相関関数のいい動きですね。これの計算方法を見つけ出しちゃったんですね。で、長い周期じゃないと普通見れないんですけども、それとね、勝率、ね、勝率まで分析しちゃうんですね。で、勝率とかいうのは相関関数じゃないんですね。相関関数でね、ある1年分の現在から1年前までのね、こういうそのまあ平均誘導線っていうかね、外側の範囲の枠内からね、よく出過ぎたとかね、そういう時にシグナルがね出されるわけですけど、株の方もね、そういう動きで
規則を作ったね、勝率ともプラスしたわけですね。で、また2つのパーセンテージをまで分析するようにしたと。さらにね。で、今回発表したのは、その相関関数ですよね。バイナリーオプションの相関関数を求めて安定的であるのを見つけ出すということが、ね、短期でね、ほんの、ね、1時間の状況をね、機敏に分析してる。で、安定性があるなという時になると、もうシグナルを読み出すんですね。そういう画期的なことを発明しました、私がね。相関関数ですね、バイナリーオプションにおける投資用の相関関数っていうのが上行ったり下行ったりね、ちょうどいい時期に買って下行った時にね、その上下振動ですね、これを求める法則を発明しました。それで画期的になったんですね。まあそんなことをちょっと発表させていただきました。今まだ試験やってますけどね、4台ですね、4台のコンピューターで、やっておりまして、これは相関関数を求める定義を元にして安定性が出た状態が白になるんです。白文字になったのが左上ありますね。これが相関関数で安定性が持った時に白文字になるんですね。それからパーセンテージの分析に入るというわけですね。素晴らしいですよね。そういうことでね、ちょっと発表